いたしました。帝国まであとおよそ4分30秒。皆さんテンション上がってきましたか？まだまだいけますよってちょっと大野投手風にいきます。盛り上がってきましたか？ありがとうございます。今日は皆さんご承知の通り、高橋周平選手、そして小笠原慎之介選手、まもなくこちらに登場してですね、新春トークショーということで皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。ちょっと事情がありましてですね、小笠原慎之介選手と入念な打ち合わせを先ほど済ませました。しかし高橋周平選手とは入念な打ち合わせができていません。なぜでしょうか？ご期待ください。さあ、先ほどもお伝えしましたが、ステージトークショーを始める前に今一度皆様にご案内させていただきます。カメラ、ビデオ、撮影 OK です。 OK ですが、たくさんの方がいらっしゃいます。後ろの方への配慮、くれぐれもお願いします。カメラを頭上より出さない。ゆっくり言えば言えるんだ、わからない。頭上より出さない、そういった配慮をしていただきますようお願いします。そして後ろの方がざわついてきました。そうなんです。ということは、もうこっちから見ても皆さんの後頭部しか見えないということは、そうです、こちらに向かってきてくれています。ではでは皆さん、名古屋ドーム風に呼び込んでまいりたいと思いますので、どうぞ大きな声援でお迎えください。そしてご承知の通り、周平選手結婚されたばかりですので、ご結婚おめでとうございますって皆さん最初大きな声で言いましょうね。さあ、それでは行きましょう。新春ドラゴンズ応援イベントインエディオン名古屋本店、守備につきドラゴンズのメンバーをご紹介します。大きな声援でお迎えください。サード新郎高橋周平、背番号3。そしてドラゴンズの先発ピッチャーは背番号11、小笠原慎之介。高砂の席に着かれた2人に今一度大きな拍手をお願いします。まずはまずは周平選手いきますよ。ご結婚おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、これを兼ねてでは、ね、新春のご挨拶と今日の意気込み聞かせてくださいよ。まずは、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。1月3日に、入籍しました。おめでとう高橋周平です。まあ今年は責任を持ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。周平選手もお願いします。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もドラゴンズの応援よろしくお願いします。以上です。はい、じっくり後ほど語っていただきます。まずお座りください。さてさて、先ほどもちらっと言ったんですが、慎之介選手ね、随分入念な打ち合わせしましたよね。そうですね、きちっと、ガチガチで固めました。なんでできてないんですよね。できてないんでしょうか、はい、打ち合わせができてないんですか。打ち合わせ、あんたの今一応トークショーだったね。まあちょっと、まあ朝ちょっと大阪から来たんで、はい、バタバタしてちょっと遅れました。すいませんでした。慎之介選手に電話があったんでしたっけ。そうですね、どんな内容だったんですか。あ、俺はお迎え行けないから自分で行ってきて。あ、迎えに行く予定だったんだ。はい、そうです。あ、それは今んとこ、ね、クールに語ってますけども、はい、いわゆる寝坊ってやつですか。いや、寝坊ではないですよ。寝坊ではない。新幹線がちょっと遅かったですね。はい、新幹線、はい、あ、そういうこと結構慎之介さんありますもんね。そうですね、いや、ないです。いや、でも全然堂々としてますね。なんか落ち着きというか風格が増した。いや、落ち着いていいんですか、遅れたのに。いや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 。ね、それはね、打撃だって打てない時もあっても堂々としているっていうのは相手ピッチャー不気味ですもんね。はい、そういうことにしましょうよ。はい、はい、無事本番に間に合ったということでありがとうございます。はい、ただね、エディオンさんのね、皆さんとも話してたんですけど、周平選手あっちにね、目覚まし時計のコーナーがあるんで、はい、
後ほどご検討いただきます。はい、後でよろしくお願いします。そんなエディオンさんでの買い物というと、去年もこのイベントあったんですけど、なんかその日に買い物に来てたらしいですね、去年。ドアラと会いました。はい、ちなみにどうなったと来てたんですか。まあ女性の方なんで奥さんじゃないですかね、多分。強調しなくて。あ、奥様と、はい、大量の日でしたかね今日も。いや、そうなんですかね。あ、おとぼけになるんですね。いや、大量の日ですかね。まあ去年大量したんで、はい、あ、一昨年か、去年ですかね。まあいろいろ家電を見に来たっていう。なるほど。お二人でどんなものを購入されたんですか。全部ここで買いましたよ。おお、かっこいい。はい、まあ、冷蔵庫も、はい、なんかいろいろ全部洗濯機とかも、はい、全部ここで買いました。自分でそういうのも決めちゃうんですか。俺はもうこれがいい、これ買うみたいな相談しながら買うんですか。炊飯器だけは僕が決めました。え、なんでですか。やっぱいい米を食べたいなと思って、はそこは奮発しましたね。逆にそれ以外はそんなにこだわりはない。あ、もうそこはもう任して。あー、そっか、はい、手料理作りますもんね、だってね。そうですね。そのためにも美味しいお米を炊けるものを、はい、あ、その後どうですか、その炊飯器で炊いたお米は。絶好調ですね。絶好調。お米が絶好調。まあ、3割5分ぐらいですね。おー、アイアベレージのお米ですね。さっきからずっと新之助選手笑ってますけど、何か言いたいことがあったらどうする。何言ってるかちょっと分かんないですよ。何言ってるのか分からない。何言ってるか分かんないですよ。分からない。米が絶好調だ、よく分かんない。普段からこういう感じの方なんですか。そうですね、普段からこんな感じです。あー、でもね、ご結婚されたってことで、昔はよくね、買い物とか一緒に行っていたイメージがありますけども、はい、寂しいじゃないですか。もう新婚ホヤホヤなんで、僕のことなんか気にせず、ほったらかしですけど。いいんですか。もう良くないと思います。やっぱり僕もやっぱ面倒見てもらいたいんで、買い物も連れてってもらいたいです。先輩どうですか。あ、行きますよ。まずはこのエディオンでね、家電を買ってから面倒見ますよ。まずそれを経てから。それは経てから。あー、なるほど。そういうことですよ、新之助選手。じゃあ、いっぱい買います。いっぱい買ってくれる、はい、お願いします。さあ、その新之助選手、ちょっとね、はい、今日皆さんパッと見て気になったかもしれませんけど、なんか髪型がちょっと変わったり、なんかね、何部屋か、何部屋か言ってる。これ、周辺部屋です。考えてください。え、なんすかその髪型。これ周平ヘアです。周平ヘア。おお、なかなかクールなネーミングですね。はい、へえ。周平って誰だかわかんないんですけど。ちなみに整髪料にもこだわりがあると。そうですね、この周平って人の愛用してるジェルがあるんですけど、はい、それを使ってます。ジェルはお揃いなんだ。お揃いなんです。へぇー、はい、美容院も一緒ですよ。あ、そうなんですか。で、その周平さんとおっしゃる方が勧めたジェル。そうですね、これじゃないとダメみたいな感じがしない。あー、そうなんですね、はい、ちなみにそのジェルね、さっき控え室にあってドンって置いた時、アイスクリームみたいなでっかいやつでしたね。そうですね、はい、あれ、ずいぶんいい匂いしますね。匂いへのこだわりも強いですか。いや、ないです。髪型といい、ジェルといい、奥様の評判はいかがですか。いや、特にそんな希望は求めないですね、僕は。あ、そうなんですか。はい、今はクールですけども、新之助選手、はい、奥さんに会われたことあるんですよね。あります、はい、会ったことあります。奥さんの前だとどうなんですか、先輩。デレデレしちゃって。デレ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 してないっすって。ドロドロで、ドロドロで、ドロドロ、うわ、すごいな。してないっすって。
違います？でも目完全にやけてますもんね。そんな言われたらにやけますよ。大好きですもんね、奥さんのことね。いや別に普通ですよ、普通。いやいや、いろんな記事とか読みましたけど相当なことに、そうやって書くから多分思われるんですよね、多分。あー、そうですか。普通ぐらいで、おい、そうでした。ステージの上で恫喝するのやめてください。ああ、そうなん。じゃあ結構お3人で過ごしたこともあるんですね、同じ時間も。そう、一回食事に行かせてもらって。あ、そうなんですか。へえ。結婚のことはいつ頃周平選手から伝えたんですか。いや、伝えてないですね。ええ、こいつ、こいつ、うん、あの篠介選手、はい、こいつに伝えてないです、僕は。あ、まだ聞いてない。でも僕、去年知ったんですよ。あ、そうなんですか。ああ、まあ、結婚はそれとか言ってましたけど。はいはいはい。いつ入籍するとかは聞いてないんです。あ、そうなんだ。へえ。今この場所で聞きました。本当に、はい、そんな感じなんですか。え、逆にダメなんですか。いや、失礼しました。自由ですよね。自由ですよね。あ、どうですか、でもね、あの一緒にいる姿を見て篠介選手、はい、こういう家庭を僕も築きたいななんて思ったんじゃないですか。そうですね、羨ましいですね。羨ましい、はい、お、羨ましいって後輩が言ってますよ。まあそうやって言わないとあれだから言ってるんじゃないですかね。多分こうやって言わないとあれだから、はい、おー、あれだから、後が怖いんで。あ、しっかりそうなんですね、言っといた方がいいかなと思って。いや、でもちょっとデレデレドロドロして、例えばどうですか、言葉遣いが変わったりするんですか。もう優しくて言葉がしてないっすって。どんな口調になるんですか。でも柔らかいんですよ。柔らかいんだ。僕にはこいつこいつ言うじゃないですか。名前で呼んじゃったりとか。あ、それは名前ですよね。まあ通常はそういうことだって。多いとこじゃないですか。はいはい。いや、多いですよ。でも名前言っちゃうんですよ。下のお名前で呼び捨てなんですか。はい、はい、なんか僕に対してもだんだん怖くなってえ、じゃあ奥さんはなんて呼ばれるんですか。高橋。え、高橋君。高橋君、本当ですか。そ、まあ、嘘ですよね。じゃあ篠介選手教えてください、なんて呼ばれてました。何だったっけ。え、そこ大切。何だったかな。高橋君の時本当に僕は何ですか。まあそこはちょっと恥ずかしいからやめろ。一つ分かりました、恥ずかしい形で呼ばれてます。ちょっと想像したい。じゃあ例えば、例えば、え、どうだろう、恥ずかしい、シューちゃんとか。まあ、最初はそうですね。最初はシューちゃん。おお。じゃあ今は違うってことですね。Maybe。Maybe。英語を混ぜながら。シュー君。Maybe。Maybe。教えてください、しますけど。いや、僕も忘れちゃったんで。あ、本当に。へえ、はい。まあこれ以上は言っちゃいけないという何かあるんでしょうね。いや、ないですから、ね。いやいや、想像で。じゃあ皆さんね、楽しみましょう。さあさあ、ではでは、もちろんね、お二人には野球の話題も伺っていきたいともちろん思うんですけど、周平選手、はい、なんか大島選手に誘われて、はい、ずいぶん今足パンパンなんですって。いや、もう半端じゃなくきついですよ。え、今どこで何をしているんですか。今は、大島さん社会人日本生命さんで、はい、まあ、僕は使わせてもらって、大島さんと一緒にやらせてもらってます。いわゆる合同自主トレ、うん、まあ、大島さんと自主トレしてますね、松井裕介さんと。はいはい。そんなきついんですか。めっちゃきついです。具体的にどうですか、1日何時間こんなことやってるとかってあります。いや、本当に朝起きるの7時なんですよ。で、7時から朝ごはんを食べて、はい、で、8時に出て、9時から、まあ、とりあえず12時ぐらいまでやって、で、ごはん食べて5時までやるんですよ。本当に9時から5時までなんですよ。フルタイムだ。で、本当っす。結構、まあみんなでまだシーズンも始まってないし、楽するとこは楽できるんですけど、もう楽するとこが一個もないです。おー。大島選手がね、
周平選手を引きずり回してでもやってやるっていうコメントが出てました。はい、本当にじゃあそんな感じなんだ。本当に冗談だと思ったんですけど、めっちゃきついです、ちょっとなんか締まった感じもしますか、体重も。いや、まあ、まだ4日からやって、まだ3日間やって、今日休みなんで、で、まあ、あと、締まったというか、まあ、はい、でかくなっていますと思います。なっています。奥さんの料理が美味しいからですか。それはないんじゃないですかね。爆笑します。そうなんですね。逆に新之助選手、はい、また太ももが太くなったなんて話もあったりしますけど、あんま時間ないんです。時間どうですか、周平選手見ていただいて。こいつただのデブですよ。いやこいつはデブです、ただの。あ、ただのってこともデブってこともないでしょうけど、まあ、普通のデブですよ。ノーマルデブ。いやいや、そんなことないでしょうけど。あ、新しく買い直した。はい。あ、いいっすよね、また爽やかで似合ってますよね。ありがとうございます。先輩から見てこの着こなしはいかがですか。まあ、もうちょいなんか親父臭いんで、もうちょい若さ出していいと思うんですけどね。あ、若さが出てない。はい。それは具体的にどんなところに出てますか。いやー、なんか渋いですね。でもいい腕時計してますよ。そうなんですか。ちょっと見せてください。ちょっと見せる。僕もプロ入った時一番最初に買ったやつです。あ、そうなんですね。え、それをプレゼントしたわけじゃないですよね。こんな高いのこいつにプレゼントしないですよ。無理ですよ、僕も。あ、もうね、守るものもできたし、あ、プレゼントしとる場合じゃないと、はい、あ、でもね、その昔一緒に買い物に行って帽子を買ってもらったって。ね、帽子買ってもらいましたね。はい、覚えてます、渋谷選手。あんま記憶ないですよ。あ、そうですか。はい、まあ、ちょっと値段見ながら、うん、ちょっと高いじゃないかと思うのでしょうがねえかと思って。おお、そうそう、確かね、僕もね、雑誌、あ、月刊ドラゴンズに書いてあったのかな、確か2万円ぐらいするなかなかの帽子。そのもうちょっと、うん、記憶に残る買い物買ってもらおうかな。あ、2万円が安いらしいんで、もっと。あ、なかなかこういう、なんていうんですか、甘え方っていうか上手な人ですよね。いやー、こいつに甘えられたの別に何とも思わないですよ。でもどうですか、一番ある意味可愛がってる後輩でもあるんですよね。可愛がってるっていうか、もう小学校の中から知ってるんで、まあ可愛がるというか、まあ新之助は新之助っていうか、ね、そのから新之助は新之助、格言めいたものがありますね。帽子5号、帽子5号ぐらいで何だよ。何だよ。またね、こういうのが記事になるんですよ。僕も救えないじゃないですか。今めちゃめちゃ撮ってましたからね、今ね。575? おー、そういうのはもうどうですか、最近ね、何でしたっけ、いろいろスクランブル交差点だとか、なんかいろんなね、記事に踊った名言があったりしました。巾着袋がヌンチャクだったか。本気で間違えたんで。あ、あれは本当に間違えたんで。スクランブル交差点は冗談で言いましたけど、はいはい、本気で間違えちゃったらどうしようもなかったですね。インスピレーションと何を間違えたんでしたっけ。イントネーション。イントネーション。あ、あれも本当に間違えた。僕はフィーリングって言いたかったんですよ。あ、そうでしたよね。別にインスピレーションっていう用語がわかんない。あんまりこうね、なんか英語かぶれするの好きじゃないですもんね。はい、日本男児ですもんね。はい、日本男児。僕は気象だなんですよ。ですよね。そういった意味じゃ、外国人ゲレーロという選手がやっていますよ。ああって言うんですよ、ね。どうですか、福田選手もライバルたくさんいますし、今年こその気持ちはとっても強いと思いますが。まあ、ライバルというか、まあ、その人たちに勝っていかないと試合出れないので、はい、まあ、自分のやることやって負けたら負けたって、はい、勝ちます。勝ちます。だって勝たないと試合出れないんで。期待してますよ、本
当にね、2016年はご自身が一番そうだったでしょうけど、我々もね、本当にいろんな骨がある中で、あの有効骨ね、本当にくっつけくっつけもうってずっと思ってましたよ。今年は本当にお願いします。はい、期待してます。そうですね、頑張ります。そういった意味では復活をかける篠介選手、はい、明日から今日からキャッチボールを再開するなんて話がありましたが、はい、どうしましょう。どうしましょう、ね、なんか今日も明日もイベントいっぱいなんですってね。はい、なんで、はい、どうしましょう僕が決めていいなら決めますけど、ね、明日もだって、ね、なんかイベントいっぱいやってるんですよ。そんなことやってる場合じゃないですか。おっと明日投げますか。明日投げると思います。おお、はい、久しぶりに投げるっていうことですよね。はい、これだけ長い間投げることができなかったっていうのはご自身の野球人生の中ではありましたか。2ヶ月はないと思います。1ヶ月はあると思うんですけど、うずうずしてましたよね。そうですね、してましたね。そういった意味では周平選手もね、昨年はそういう骨折の後、はい、そういう期間があっただけに、先輩として何か久しぶりに投げる打つっていう意味ではアドバイスありますか。まあ、僕はもうシーズン中に怪我して、シーズン中にもう本当早く治りたいっていうのでやってたんで、まあ、急いでやりましたけど、はい、まあ、今は本当に、ね、焦らずというか、まあ、開幕まで本当に時間あるんで、自分のペースでやったらいいんじゃないですかね。自分のペースで、はい、はい、もともとマイペースなとこありますもんね。もうクソマイペースですよデレマイペースですよ。デリーデデレデラデラデラ、はい、それはどんなとこに現れてますか。なんだろう、なんかあんまりこうぶれないというか、はい、なんか俺はこうするんだって言ったらこれをやってるみたいな。もともとマウンド上でもそうですし動揺しませんよね。うん、だから僕がこれ飲めよって言ってもこいつこれ飲みたいんで、はい、僕はこれ飲みますみたいな。おお、こっちの方がうまいからこっち飲めって言っても、いや僕はこっち飲みますみたいな。いや、プロ野球界って鋼の盾社会ですけど、先輩の飲めといったものを飲まずに違うものを飲む。そうそう、こいつは。おお、まあ、そんな感じですね。だろう、まあ、そうですね。でもいろんな、ね、スタッフ、コーチの方からめちゃめちゃ可愛がられてますよね。まあ、はい、なんでだと思います。まあやっぱ期待もしてるし、はい、これが可愛いんじゃないですか。よくわかんないですけど、こいつが可愛いって言われるわかんないですけど、いや、可愛いらしいですよね。で、せいで可愛い可愛いって褒め言葉じゃないからね。おとりあえず可愛いだから、マジで。いや、みんなとりあえずじゃないとりあえずって言ったらわかんない。とりあえずじゃなくて、可愛いと思うから、せーので、可愛い。あ、意外と出なかった。全然ないです。まあでもね、マウンド上で激変するところがまたそのギャップが魅力だったりするわけですね。昨年は2勝6敗という数字に、ね、終わりまして、今年ますますその数字はね、ひっくり返すどころかグッといってほしいところですけども、はい、何か具体的な目標はありますか。具体的な目標は、はい、まず一軍のマウンドで投げることだと思います。あ、そこからですね。でもあれですよ、吉見選手がラジオで言っていたそうですが、もし自分が決められるなら開幕は小笠原慎之介選手だ、そんな話もあるらしいです。それを聞いていかがですか。すごい嬉しいんですけど、こうやってオフに怪我してしまったことが、一番いけないなと思って、それで期待されてる中で、怪我してしまうっていうのはやっぱりそのマイナスなポイントだと思って、まあ、なんとか一日でも早く戻りたいなという気持ちはあります。ぜひね、お二人がフルシーズン活躍する姿を我々は見たいです。してくれればもうドラゴンズ間違いなく優勝できますもんね、皆さんね。そういうことですよね。さあ、ではそのためにも
新之助選手は、はい、グラブをちょっと新しくするということでカーショーモデルっていうんですか、まあ、カーショーっていうか、まあ、メジャーリーグでは、はい、まあ、主流なんですけど、主流なんですね、はい、ええ、あの小指に2本スリーブ入れて、はい、サウスポーですのでグラブがこうあってこどうなってんですか。普通はこう1本ずつ入れるんですけど、はい、小指に2本入れてこのままずらして入れるんですけど、はい、うんうん、そうすると自然とこの巻くときに力が入りやすいので、はい、入れ替えるスピードが速くなるので、はい、それに投げやすいです。おお、その考え方、工夫、先輩から見てどうですか。まあいいんじゃないですか。好きにしたらいいですよ。なんか冷たいですね。あ、冷たいですもん。本当は大好きなのにね。本当ですよ。中平選手はどうですか。そのバットだったりグラブだったり、今年ちょっとなんかこういうところを変えてみようとかあったりしますか。あ、まあ骨が折れる前のバットと、骨が折れた後のバットが違うわけですね。あ、骨折前と後でバットを変えている、はい、それ以外は特に特に、まあ、あとスパイクをちょっと変えたりとか、はいはい、まあ、一番やっぱでもバットですね。そうなんですね、はい、バットと炊飯器は譲れないみたいな、そういうところがですね。バットと炊飯器は譲れない。譲れませんよね。バットで3割5分お願いしますよ。結構ハイアグリッシュですね。炊飯器3割5分いらないですよ、逆に。そう、だそういうことですね。はい。うん、あ、確かに、確かに、確かに。ね、そうでしょ。ぜひよろしくお願いしますよ、本当にね。そんなね、2017年シーズンが間もなく始まっていくわけですけれども、まあ、野球の話もしながら、あとそうだ、これが気になってたんだ、篠之助選手、はい、モノマネが大好きですね。モノマネですか。モノマネあんま好きじゃないんですけど、いや結構ね、細かい情報見てますよ、はい、あの同じ球団にいるね、佐藤優投手、はい、そして西武ライオンズの森選手のモノマネとか知ってるじゃないですか。見たことあります。全然興味ないです。全然興味がない。聞いたことないです。ちょ、やれよ。まあ、その流れなんて先輩が言うならね。そうですね。やるしかないですね。じゃあやっぱここはね、あの名古屋なんで佐藤優投手見たいですね。どんな感じなんですか。佐藤さんはですね、はい、絶対似てないと思いますけどね。ちょっと大げさにあるんですけど、はい、あの絶対見てない。あ、じゃあマイクフォローしますよ。喋っていただければ。はい、ちょっと待って待って、今撮れました。これモノマネじゃないじゃないですか。今のボーリングじゃないですか。じゃあバカにしてるだけです。本当ですか。バカにしますね。似てないですか。似てないというか、モノマネじゃないです。そもそも、はい、でもやっぱね、モノマネってのは誇張してね、その特徴を出すものですから、そう、そう見えるんですね、はい、でね、そんな中ね、周平選手、はい、今日ね、ちょっと何気なく打ってみたら、はい、先輩のモノマネができるらしいですよ。モノマネ、ちょっとやれよ。怖え。これ、バッターボックス、はい、全然意味が分からない。全く伝わらないです。ごめんなさい、これあの具体的に どういうシーンですか。これはあのヒット打った時に、はい、あの一塁に走る時、バッターボックスの中で 2,3 歩走ってからこう。そう、だから遅いんですかね。そんなことだけしてる。あ、でもなんかちょっと心当たりありますね。いや、でも打ってから、ええ、まあ走り出しはそんな、まあ、速くないですね、まあ、振ってるというか、まあ、振り切ってね、だって走りたいからね、まあ確かにちょっと間がありますね。 あそこでも走るのしてるんだ。
ちょこ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 たたーみたいな。まあ参考になりましたね。すごい先輩に冷静に反省させてる。まあでももちろんね、求められてるものは長打って部分も大きいんで、振り切ってからでいいですよ、それは。はい、ね、見事に特徴はちょっと捉えているなと。つまんないですよね。ぜひこれ、しのすけ選手、はい、今年の、はい、年末ぐらいに結婚披露宴する予定ですよね。まあ、10年後ぐらいですかね。どんだけ待たせるんですかね。そこで披露してもらいましょう。盛り上がりますよ、これ。つまんないですよ。呼ばないし。呼ばない、呼ばないですよ。マジですか。ちょっと言っといた方がいいです、一言。いや、もう呼ばなくていいです。他人に参加する。あれだけ持ってこい、金だけ。金だけ持ってこい。出席ねえけど、金だけ持ってこい。いや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 、盛り上げていただきますね。本当にお二人のね、仲がいいのも伝わってくる、そんなね、トークショーの内容でしたけども、じゃあちょっと最後に真面目な話をね、してここからの流れをね、作っていこうと思いますけども、2017年、ここにありますね、原点回帰ゼロからのスタート、こういうスローガンがありますが、翔平選手、これ見た時何か感じるものありましたか。知ってましたよね。はい、はい、一応、はい、まあ、原点回帰ですか、まあ、4文字熟語ってことじゃないですかね。よくお気づきでしたね。原点回帰、はい、まあゼロだ。そのままですね。ゼロからのスタートみたいな、ご自身の中でもそういう思いがやっぱり、はい、まあ一からやろうかな。うん、うん、まあ、ゼロからやります。ゼロからやっぱサード1本でも今年は、はい、そうですね、はい、全試合、まあ、そのつもりでやります。その暁に何かこう具体的な数字とかあったりしますか。いや、もう数字はやっぱ、まあ、1年間出てもないですし、まあ、数字はもう気にせず、まあ、全試合出るぞという気持ちでやります。はい、はいはい、数字後からついてくる、そういうことですね。はい、はい、しのすけ選手いかがでしょう、はい、この原点回帰ゼロからのスタート。そうですね、まあ、僕も手術してゼロからのスタートなので、まあ、ちょうどいいっちゃちょうどいいですけど、はい、まあ、数字っていうのはね、ちょっと言いにくいかもしれませんけど、じゃあ具体的にこう精神面でもどんな1年にしたいですか。やっぱり、まあ、軸になれるようなピッチャーになりたいなと思いますし、まあ、その軸になるにはやっぱり不動の心が必要なので、今年は不動心という言葉を胸に刻んでプレーしていきたいと思います。不動心ですね。はい、はい、期待しています。はい、さあではですね、今日ね、周平選手、実はこの方ね、忙しいんですよ。ケツカッチンですよ。何ですか。しのすけ選手、この後ね、はい、テレビ出演があるんですよね。はい、サンドラ出るんで、みんな見てください。いや、見ねえだろ、お前。いや、僕だけじゃなくて、大野さんもいるんで、見てください。え、これどうなった大野さん。あ、大野投手、あ、一瞬出るんだ。そうなんだ、そうなんだ。あの辺でやるんじゃないですか、テレビコーナー。全部サンドラにしといてください。あ、そうですね。お願いします。サンドラ 4K で見てください。皆さんね、その暁にご購入いただければ幸いです。ということもあって、ちょっとじゃあここからは質問コーナーに切り替えていきたいと思います。かなりたくさんの方いらっしゃいますけども、3名の方限定とさせていただきます。で、指名させてもらった方にはお二方の連名のサイン入り色紙、連名です、プレゼントさせていただきます。皆さん質問整理できてますね。大丈夫ですか。フライングノンノンノン、せーのでいこうね、せーので。さあ、では周平選手、しのすけ選手に質問があるかの気分の、はい、はい、これ難しいな、ほんとな。よし、じゃあファンクラブの帽子をかぶっているあなた、はい、あ、じゃあ大きな声どうぞ。好きな選手じゃないですか。好きな選手。気に入ってる選手。おお、そのまま行きましょう。これです。これはドラゴンズの中ですか。ドラゴンズの中。ドラゴン。
やっぱり吉見さんは尊敬します。おお、はい、なるほど。野手で言うと、まあ、やっぱりそこは俺って言うなよそうですね、まあ、周平さんかな。できとんかな。で、周平選手もお願いします。僕ですか。はい、ドラゴンの中ですか。まあ、よくしてもらってるのは、大島さん、まあ、いっぱいよくしてもらってますけど、今一緒に実証やらせてもらって、まあ、改めて、まあ、あんだけやってるからやっぱり143試合も出れるし、やっぱすごいなと思いましたね。それを感じさせてくれる偉大な先輩ということですね。そうですね、はい、本当にすごい。うん、まあ結構普段はね、あんまり何も気にせずというか結構穏やかな人なんですけど、練習というか練習になるとやっぱ野球になるとやっぱ違う。なるほど、はい、すごいなと思いますね。投手だと誰ですか。ピッチャーですか。はい、まあ誰ですかね。ピッチャーあんま仲良くないんだよ。あんまり仲良くはないというか、あんまりこう、まあ西川、まあ去年辞めちゃったんですけどね。あ、同期だ、そうだ。まあ、奥さんとも仲いいですし。なるほど。今後ともみたいな。まあお前ではないと思う。よくわかりました。ありがとうございます。では前に出ておいで。どうぞどうぞ。じゃあ、篠介選手からお受け取りください。はい。おめでとう、よかったね。はい、ありがとうね。これからもドラゴンズ応援してくださいね。さあ、あとお二方です、どうぞ。はい、名前呼ぶのやめてください、プレッシャーになりますからね。はい、じゃあね、はい、ドラゴンズキャップかぶっている君、どうぞ。はい、お、びっくりした。どうやったら球が速くなる。球が速くなる方法、周平選手お願いします。球が速くなる、いっぱいご飯食べて、いっぱい練習してしかないです。いっぱいいいお米を食べるってことですね、あとね。まあ、いっぱい食べて、食べないとね、ちっちゃい頃始まらないです。はい、もうそこシンプルですけど、そこです。はい、そして新之助選手。はい、やっぱり体を大きくすることが大事だと思います。体、はい、なんか出てます。あとはこのエディオンで家電をいっぱい買うと球速くなる。あ、よく言いますよね、はい、うん、よく言いますから、うん、ね、はい、そうですよね。はい、じゃあ前出てきてちょうだい。あ、もうここは、あ、先輩に託すんだ。いいですか、先輩。はい、受け取りください。おめでとうございます。はい、よかったね。これからもドラゴンズ応援してね、ありがとうね。さあ、ラストお一人とさせていただきます、どうぞ。ごめんごめんごめんね、めっちゃ困るんだよな。一人でも女の子いっとかんと思うな、うん、女の子、はいはい、じゃあ彼女、はい、中央、じいちゃんの彼女。ゲームのパワープロはやったことありますか。誰、はい、パワープロありますか。あるです、あるんですけど。新しいメーカーですか。あるですまた記事になりますよ。あるんですけど、はい、最近のはやったことないです。あ、そうですか。なんか最近結構進化してるって聞きますけど。まあ、別にあんま興味ないんだけど。あ、もう今はね、はい、もっともっと大事なものがね、たくさんできたし、テレビ欲しいですね。どこに向けて発信してるんですか。エディオンさんに、はい、ぜひちょうどご購入してください。篠介選手はそのゲームいかがですか。僕は2016年のパワープロを買いました。買った、はい、へえ、よくやってるんですか。ゲーム好きなんで、好きなんで、ゲームは。はいはい、子供か。対戦は誰とするんですか。対戦は基本僕ペナントで、
気分を晴らすタイプ。子供か。あとは愛知に友達いるんで、はいはい、通信でやったりとか。子供か。結構好きなんですね。好きですね。ああでもね、確かああいうゲームで若松投手なんかはね、はい、変化球チェンジアップ覚えたみたいな話もありますし、はい、その辺もぜひ活かしてくださいね。そうですね。はい。はい。で、はい、よかったかな。はい、じゃあ前に来てサイン受け取ってください。はい、おめでとうございます。これからもドラゴンズをぜひ応援してください。ありがとうございました。さあ、ではですね、もう本当に、締めくくりとなりましたので、最後に皆様へのご挨拶ということで、周平選手からお願いできますか。まあ短い時間でしたけど、ありがとうございました。僕は今大阪にいるんですけど、まあ今年のために一生懸命やってるんで、まあ今年はまあ、なんていうんですかね、夫というか旦那になったんで、まあ、責任を持ってやっていきたいと思います。はい、今年は大丈夫だと思いますので、まあ今年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、あとは、まあ何時、11時半ぐらいなんで、まあ日曜日ですし、まあ、あいにくの備え物ですけど、まあせっかく来たんで、何か一つエディオンさんでね、乾電池でもいいんで買って帰ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。よし、しのすけ選手もお願いします。はい、まあ短い時間でしたけど、楽しく話すことができました。今年はなんとか皆さんの期待に応えられるように頑張るので、応援よろしくお願いします。はい、ますますのご声援をぜひ皆さんよろしくお願いします。お二人はフルシーズン活躍して一緒に優勝しましょう。ありがとうございました。高橋周平選手、小笠原慎之介選手でした。ではここで記念撮影のお時間とさせていただきます。ここにお集まりの皆さんのための撮影タイムです。ちょっと準備しますのでお待ちください。先ほどもお伝えした通り、後ろの方への配慮をくれぐれもよろしくお願い申し上げます。ちゃんと時間取らせていただくんでね、ご安心ください。エコドーラさんももちろん、はい、入りますね。じゃあ3ショットでお収まりください。ポーズどうします。あ、いいですね、それでいきましょうか。はい、ではどうぞ皆さんに向かってポーズを取ってください。ファンの皆さんからの撮影タイムです。よろしくお願いします。正面どうぞ。ちょっと硬くないですか。硬くないですか。済ましてますね。硬いのが売り。なかなか笑わない。あとね、奥の方、右の方から撮ってる方もいらっしゃるんで、階段、そしてスカレーターあたりにもちょっと目線を向けていただけると撮れてます？大丈夫ですか？あとね、そうそう、立ってらっしゃる方で、まあ、前の方の方、まあ、ある程度撮れたと思いますので、ちょっとだけかがっていただく。そうそう、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。後ろの方から撮ってる方もいらっしゃるんで、はい、どうぞ今のうちにお収めください。貴重なスリーショットでございます。ちょっと硬いですね。最後にちょっと一発笑っていただきたいな。小原さんなんかやっていただくと、お二人が笑顔になるかもしれませんよ。笑った。え、そしたら皆さんチャンスです。あー、戻っちゃった。いや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 、でもでもね、はい、スタッフの、いやいや、皆さんの、ね、リアクション、そして感性のおかげで非常に楽しいトークショーとなりました。ご協力ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では以上をもちまして読書終了となります。高橋周平選手、小笠原慎之介選手、大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。
たくさんの方にお越しいただきありがとうございました。皆様のご協力のおかげでですね、無事滞ることなくトークショーを進行することができたのかなと思います。ご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。